こんばんばは野未来です今回はカラマーゾフの兄弟の独領計画を中断せざるを得なかった意外な理由というタイトルでお届けします。またまた長いタイトルになってしまいました。今見ていただいているのは公文社古典新約文庫の カラマーゾフの兄弟もちろん作者はドストイスキーなんですけれどもえ今までこの「カズハナマ大学」チャンネルで数回ですねカラマーゾフの兄弟について語ってますけれどもその中で全文書き写しカラマーゾフの兄弟の全てを大学ノートに書き写しながら 読するという読というのは最初から最後まで全て読むいちじくですね呼び,と呼び飛ばしなく全部読むということなわけですけれどもしかも書き写しながらで各庁ごとの、まあ、分析というのか感想も書きながらというような感じでお伝えしてますで今までの経過あと今後のお 行く末なり行き予測ですね、えー。今日お伝えしたいと思ってます。で、タイトル「独領計画の中断」ですね。そういう言葉を出しましたけども、結論から言いますと、少し休もうと思っております。そしてその休もうと思った理由というのが、今回のこの動画のメインテーマになろうかと思います。でですね、うーん。 いろいろ語りたいことあるんですけど、まず中断せざる,せざるをえなかった理由なんですけれども、いきなりですけども、ええと思われるかもしれないんですけど、実は私にですね、カラマーゾフではない、ドストフスキーが憑依してしまったというね、そういうとんでもないことが起きました、憑依というのは乗り移るということですね。 ドストイスキーが私,私自身に乗り移って、えー、カラマゾフという兄弟をという小説を語り始めるというねそういう現象が、えー、起きました、えーまあ、それでじゃあなぜいいじゃないかそんなある意味素晴らしいだろうとでその感想を聞かせてくれよということになる,なるかもしれませんけども、まあ、私カツハノミライ法人 とするとですねまあ今なんだかんだ言いながらも病気療養中なんですね体健康状態の様子を見ながら次の展開風花未来がどうこれから行動していくかというかどう生きていくか、えー、ということを模索しながら日々、えー、暮らしている段階でいきなりドストエフスキーの憑依というのは負担が大きすぎるわけですよ。ですから、えー 風穴未来、えー、ちょっとドストエスキーさん待ってくださいよと、今あなたに乗り移られたら、憑依されたら、私自身、おそらくは潰れてしまう、壊れてしまうお、というふうに感じたので、中断せざるを得ないと申し上げたしたいです。で、ここで、クエスチョン、クエスチョンだと思います。ななななんんんんでおお前前にに未来に憑依するんだと絡まずは,お前はそんな人間なのか,なんかちょ えー、超,超能力でも持ってるのかとかねそういうふうに、えー、言われるかもしれませんけども超能力云々んではなくてちょっと視点を変えるとまあ私カラマゾフの兄弟に限らずドストイスキーの小説結構読んできてますい読んできてるとはいえどもサクサクと全巻からまええー 全書を買って全,全作品サクサクともう全部読んでますよという人間ではないんです一作一作のたうち回りながらあ精霊ごっこというのが、うん、本当にうんうんうなりながら、えー、何とか読んできてるんですね、えーまあ、その都度こう寝込みそうになるというのかな、うん、もうボロボロになりながら 読んだというようよな経験もあり,ありますで、まあ、途中で挫折したことも数多いですねで何年前でしたかね「罪と罰」をまあ一応最後までは学生時代にも読んでるわけですけども何書かれてたかあ、まあ、覚えてないわけですよ最後までねこれじゃ読んだことにならないっていうことでもう一回読もうと思った時に。 まあ最初にふっと頭をよぎったのが「挫折」という二次なんですよ。今度挫折したらやばいな、まずいなというような思いがあって、もうだったらもう大学ノートに駆け移しちゃおうというような超無茶なことをやりました。でそのおかげで,ですようん特に 特にでですすよよ罪と罰は私苦手だったんですよなんか病気になりそうでとか自分が嫌んで、うん、狂ってしまいそうななんかそういう恐怖心を覚えながら読んだ経験があったわけですよ今までね。ですからまあその過剰にですねその小説空間というのかなそういうものの病的な、まあ、病気だと思いますねあの病気の空間ですね物語空間。 でえー、呼吸するだけで、まあ、それを私にとって小説を読むということなわけですけどその、えー、彼の積み飛ば空間で、えー、呼吸すること自体でも狂っちゃうんじゃないか毎年、まあ、は入院せざるを得なくなっちゃうとかねそういう恐怖心があったんですよ。えー、ただ、えー、本当に大学ノートに書き写しながらその,その章の 章、えー、ごとにロストフスキーはこういう井戸でこの章を展開しているだとか人物をこうやって動かしているとかそういうことまで分析しながら読んでいって、えー、最後までいけたんですね。ですまあ予約やみ罪と罰読めたぞということはもちろんのことですね読書に対する苦手意識ってなく,な,くなったんですよ。それれはは難難しい本これは難関 大変ななこととになるぞと最後まで読むのはでそれから「罪と罰」を独領してからなんどんな本でも怖くなかったです、まあ、ですからその後にやはりん手応えがあったなというのはうんガルシア・マルケスの「100年の孤独」ですねあ,あの小説は本当に読み応えがありまして、ま、真逆というのか全然世界が、えー、違う。う まあ展開の仕方も空気感もま,まるで違うんだけどもあれはあれで大変なんですよ百年のこともサクサク読めるような本じゃないんだけどもうんただ基本妖精というのが明るいですからねあの明るいだけじゃないんだけど妖精なんですよ陰と陽で分けるのあればドストっていうのは陰いいで。 えー、マルケツ、えー、ガルシア・マルケスは「洋ですから「洋の方が楽っちゃ楽なわけですよ。まあ、ただ、まあ、本題からず,ずれるのが怖いのでそれぐらいにして読書経験の中で、ね、そういうことがあったっていうことを何度か私はお話ししてるんですけども、えー、ワークショップや何かでもね。でじゃあさてカラマーゾフの兄弟ってなった時にもう一回ね、まあ 何回か読んでるんですけどもまあこ,これもはっきり言ってきちっとカラマーゾブの兄弟というものを評論というのかきちっと批評できるほどの読み込みはできてないんですよまあですから今回病気療養中ということで時間はありますのでじゃあ罪と罰,と罰と同じようなことをやってみようということで始めたんですよで始めた途端これ12月 に入るところだったたと思うんですねそのの表明しがところが12月に入った途端にも1日だったと思うんですけども風邪ひいたんですねでそれが結構治らなくてうん私それも初めての経験丸1ヶ月かかったんですよ風邪が抜けるのがでかなりね最初12月に入るまでいい調子になって登場人物がこう 生生き生きとね、えー、最初は読むので久しぶりなんで苦戦してたんだけどもある時からか、えー、登場人物が生き生きと動き出すようになったんですあこれはしめたもんだなと思った時に風邪ひいてで1ヶ月間うううんなってまあそれからもずっとこりゃいかんなと思いながらまあいろんな他の本を読んだり、まあ、映画を見たりその他 YouTube で。 えまあ歴史を学んだりだとかいろいろんなことをやりつつちょっとカラマーゾフから離れていましたしブラックそしてまた読み始めて調子が出てきたかなと思った時に憑依現象というのがうーんやはり集中,しすぎ集中しちゃったんでしょうねまあですが本当にえドストスキーが現れたというのかうーんそういうような まあこれも恐怖ですよ、怖いですよ、これはね、この体験は。で、うん、それを分かりやすく説明しようと思うと、どうでしょうか、ね、ちょっと今から語ってみますけど、分かりやすく、それはですね、私、ドススキーのこう小説え、苦戦しながら読んできてるんですけども、まあ、評論評論というのが電気とか、えー、そううの、多少は読んできてます。 で他の人たちが書いた、まあえー、ドソイスキー読本というのがあってでいろんな人がこう感想を書いたりいろんなエッセイをしたためたりしてるんですけども、まあ、乱暴な言い方になりますけどもつまらんのですねあの、まあ、著名な評論家哲学者作家みたいな人があみたいな人とかそういう人たちが ついた罰だとか絡まずをついて語ってるんだけど、うん、何言ってるのっていうレベルにしか感じられないそれでどうしてそういうことになっちゃうのかなと思った時に読みが浅いだとか、うん、本気で読んでるのかとか頭で読んでるだけじゃないかとかいろんなことを思いながら今回の「憑依現象」とちょっとつなげるとハッとして分かったことがあってそれはどういうことか。 外側から読んでる、読んでる人たちの感想文批評と面白くないんですよ。で、ドストエフスキーの専門家と言われる人たちは、まあ、立場上当然のことながら、ロシア、あの歴史なんかにも詳しいし、いろんな知識を持ってます。それで、いろんな知識を駆使しながら、ドストエフスキーにアプローチして、え、各小説の。 評論を試みてるんだけどそれはあくまで全部とは言わないまでもほとんどドストエフスキーという人物を外側から眺めて書いた、えー、文章なわけですよそれではわからんですよそれではツビトバズもカラマーゾフも白クも全然そういう人たちが書いた文章って面白くないですからせめてという言い方はおかしいけれども 登場人物になり、要するに外側じゃなくて小説の内側にどっぷり入り込んでもちろん評論批評は外側の視点も必要ですから小説の中にどっぷり入ったり外に出たり行ったり来たりしながら考えたり感じたりするから まともな批評評論というのができるんじゃないかとか読み応えのあるものができるんじゃないかと思うわけであってそんな外側から書いた文章く、面白いわけがないし全然ドストイスキーのこと分かってないんじゃないかって思わざるを得ないわけですよ。ですから今回私思ったのが例えばドストイスキーで言うならば評論書くんだったら カラマーゾフの兄弟についての評論文を書くんだったら、せめてですよ。三人兄弟、火のような情熱感、ドミートリー、冷静な哲学者で、無心論者のイワン、そして純粋無垢な修道思想、破漁者という、この三人兄弟が、ドストスキーの 生み出した架空の人物ではなくて、ではなくて、私たちの中にいるんだと。ドミートリーもイヴァンもアリョーシャも、まあ、父親のフィオドルも当然のことのようにというか、ドストスキーの生み出した人物っていうのは架空の人物なんだけれども、実際にいるわけですよ。人間としてあり得るわけですよ。だから理解できる。全く リアリティも何もない。ただ空想の人物だったら我々は感動しません。ですから実際にいるんですよ。住んでるんですよ。自分の中に行き過いてるんです。ただそれが意識しているかどうかっていう眠っているか目覚めているかの違いであって、ドミートリーもイワンもアリオシャも自分の中にいるんだ。まさに私なんだ。アリオシャは私だ。イワンは私だ。ドミートリーは私だという。 通説な思いというのか、もそれを抱きながら読まないと、読んだことにならんと思うんですよ。と思います。ですから、えー、一言で言うならば、外側から歴史を調べ、いろんな、こう、えー、もちろん翻訳という仕事を私は敬意をしてますけど、そういう立場立場のお仕事はあるんだろうけど、外側から見て、えー、書いた、 ドストイスキー論とかそういうのは面白いわけがないし価値はないと思いますそして、まあ、またうちがただ読んだだけではまあ語れないわけですよね予備知識とかいろいろなのが多少の勉強はなければいけないということでただ私とすると本当にどっぷりと今度こそはというのかカラマ族のもう全貌というのか全てを味わい尽くそうという思いで えー、スタートしましまたただ途中で病気で倒れてよしもう一回再開するぞという時でスイッチが入,、まあ、入りすぎたのか、えー、という表意ドストスイが乗り移ってきたというのがありましたですからちょっと待てよとですから私は中断せざるを得なかったとこれはもうやめるとか挫折ではないです延期ですもっともっと体も精神も 元気になった時に、えー、や受け止めきれないんですよ。うん、ということで、えー、ちょっと休んで、えー、諦めてません、ドストイス,、えー、ス,スキーのカラマーゾブの兄弟、独領計画ですね、えー、これはもう絶対に成し遂げたいと思っておりますけど、えーまあ、今年いっぱいにはということだったんですが、分かりません、今年いっぱいにできるのか。 どうかできてしまうのかもしれませんし。ということでこの延期に至ったカラマ族の兄弟独領計画延期,にならざるを延期せざるを得なかった理由について今回お伝えしました最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。